7月7日、今日から夏の甲子園、玉野旋風ありましたね、これ吉田選手、なんか弟さんがなんかが、この今回戦だということで、あの移動日ということになってます。あ、そうなんですね、はい、まあ、この最後を落としました、空振り三振。先頭バッター炭谷を空振り三振。どうでしょう、吉田輝星投手、いつも以上に今日は大事なマウンドということにもなりそうです。非常に弟さんで顔も投げ方もどこか似ているような。ああ、そうなんですね。印象もあります。でもやらないとまずいという危機感は常に持っているんだと。もともとちゃんとファイターズで活躍ができていたらトレードというのはなかったと思うし、抑えたからいいのではなくて、イメージ通りの三振が取れたのかどうか、そこまでしっかりと求めてやっていきたいということを、常々思っているというふうに話していました。そんな中で今シーズン34試合目、まあ、ここは抜いてきました。2者連続三振。今のは何でしょうか、120キロじゃないですかね、タイミングをずらしました。このボールです。先頭バッターの炭谷に対してはフォークボール落としましたけれども、ここはチェンジアップ。今は2点ビハインドの場面です。流れを呼び込む、落とした。3者連続三振。